世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。皆さんは浅草にある浅草寺をご存知ですか？浅草寺は628年に創建されたとされる東京最古のお寺で、その境内まで続く約250メートルにわたる道には多くのお店が並んでおり、仲見世通りとして親しまれ、今では日本だけでなく海外からの観光客の方にも人気のスポットとなっています。中でも入り口にある雷門が有名ですよね。そんな人気観光地の浅草寺ですが、海外の方からするととても驚くことがあるようです。そこで今回は浅草寺の仲見世通りを訪れたあるアラブ人の方のコメントと、それに対する海外の反応をご紹介します。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。今では日本で最も古い商店街の一つとしても有名な浅草寺の仲見世通りは、江戸時代に誕生したとされています。徳川家康が江戸幕府を開くと江戸の人口が増え、浅草寺への参拝客も一層にぎわいを増すようになりました。それにつれて浅草寺境内の掃除を担っていた近所の人々に対し、境内や参道上に出店の営業の特権が与えられたことが仲見世通りの始まりとされています。その後も浅草寺の仲見世通りはにぎわいを続けますが、大正12年の関東大震災により一度壊滅してしまいます。しかしそこから復興し、桃山風朱塗りの堂々たる商店街になり、現在のようなにぎわいを取り戻したのです。そんな浅草寺の仲見世通りについて、観光に訪れたアラブの方のお話がありましたのでご紹介します。私がお正月に家族と日本へ観光に行った時のことです。初めての日本でのお正月、せっかくなら初詣に行こうと東京最古のお寺浅草寺へ家族で行きました。浅草寺に向かうため仲見世通りの入り口に着くと、境内へ向けて綺麗に整頓されたお店が立ち並んでいることや、そして何よりも綺麗に列を作ってお寺まで進んでいる様子に、私たちはとても驚かされました。アラブでは出店というとごちゃごちゃしていて、あまり綺麗なイメージはないので、日本のきっちりと整頓された様子は私たちにとって見慣れないものだったのです。またアラブには宗教があり、皆がそれに合わせて統制されていますが、日本人は無宗教だと聞いていたので、こんなに規律を保っているのは不思議でなりませんでした。その後も日本各地様々な土地を観光しましたが、どこでもきちんと規律が守られていたことに感心しました。私の国も将来は日本のようになったらいいのにと思います。日本人の観光地としても歴史ある建造物などが人気の浅草寺ですが、アラブの方からすると別の角度でも素晴らしいと感じるのですね。それではこのエピソードを知った海外の人たちの反応を見ていきましょう。海外の反応。日本の清潔さと規律はなぜこうも人を魅了するのかしら。日本の街はいつ見ても整然としているよね。コロナ中はみんなしっかりとマスクをしている様子の映像をよく見たよ。僕の国ではあんなにマスクをしていることはないから、すごいなと感心したよ。民度が高いんだな。日本の満員電車の映像もすごいよな。なんであんなに綺麗に並んでいるんだろう。俺たちムスリムには一つの神と一つの宗教しかない。そして宗教の名のもとにお互いを傷つけ合っている。日本人は無宗教でそれぞれバラバラなのに、互いを傷つけ合わないのはなぜなのだろう。それは私も疑問に思ってた。日本人は基本的に無宗教なはずなのに、なんでこんなにモラルが高いのだろうね。日本人の衛生面は世界の最高地点にあると思うよ。
毎年のように大地震に見舞われているのに、その度に大きな感染症も起きず、すぐに復活しているのは素晴らしいことだよ。日本人は神を信じていない。しかし、清潔で規律があって最高のモラルがある。原爆を投下されて国中が廃墟になったというのに、素早く復興して現在の地位にいるのは国民性のおかげなのだろうね。日本は世界最高の国だよ。彼らは幼い頃から学校でもモラルを学ぶんだ。だからこそ意識や文化の面で俺たちが仰ぎ見る存在になっているんだよ。俺も清潔で文化的な人たちが暮らす国に生まれたかったな。服装も素晴らしいよね。みんなきっちりとしている。あんなに決まった時間にたくさんの人がスーツを着て歩いているのはそうそうないよ。あの仲見世通りは本当に外なのかい？外なのにゴミが全然落ちていないだなんて。あんな清潔な空間で生活できるなら最高だよ。日本は地球上にある国じゃない、別の惑星なのよ。惑星日本と言われるだけはあるわね。おそらく1000年後もアラブはあの域に到達しないはずだわ。信仰する宗教を持たないということは、むしろ彼らの有利な点にも思えるよね。日本人は宗教でなく、自分たちの能力を信じて経済大国へと駆け上がり、科学的にも文化的にも成功を収めているのだね。彼らはイスラム教徒ではないが、勤勉な人々を愛する全知全能のアラーに通じるものを感じるよ。日本人は世界で最も幸福を求めるに値する人たちだよ。同じ空、太陽、雲、星、月の下だというのに、俺たちとはどうしてこんなに違うのかね。知識と理性を生かして発展してきた国だもん。もちろん今のような偉大な国になるし、国民だって一流に決まっているさ。彼らが素晴らしい社会で暮らせているのは当然だ。以上が海外の人々の反応です。アラブのような宗教の影響が大きい国からすると、日本のように無宗教なのに規律がしっかりしていることは驚くべきことなのですね。確かに電車などでも日本人はきちんと列を作って並びますが、海外ではそれぞれ好きに乗り込む様子がよく見られますよね。ではなぜ無宗教である日本人は海外と比べ規律をきちんと守ることができるのでしょうか。そもそも日本人は無宗教だとよく言われますが、必ずしもそうであるとは言えません。確かにキリスト教などの神を信じるという観点からすると日本は無宗教となるかもしれませんが、日本にも宗教文化は根付いているのです。例えば日本人の大勢が新年を迎えたら社寺に初詣に行きますよね。さらに受験生であれば神社で合格祈願をしたり、縁結びのために神社仏閣を巡ったり、さらには日々神棚や仏壇を拝んだり、お天道様に感謝するなんてように、神を身近に感じる方も多いのではないでしょうか。そういった観点からすると、日本は無宗教ではなく多様な宗教行動があり、それを身近なものとして自然と取り入れていることがわかります。島国である日本は昔から自然の力は人間よりもはるかに高いので決して逆らわないという思想のもとで発展してきましたが、これは島国である日本が他の大陸から多くのものを受け入れ、独自に習得発展させてきたことにもつながります。それは宗教も例外ではなく、古代インドや中国などから仏教が伝わってきたとされますが、その後日本独自に信じるというものから感じるという宗教へと変化したとされています。一方で西洋文化などではキリスト教などのように教えを信じるという文化が主流で、その教えに従い統制されることも多かったので、日本のように自然と正しい生活を送っているのが不思議でならないのかもしれません。このようなことから、日本人の規律には宗教による統制ではなく、強いて言うのであればお天道様が見ているからというような、
神を身近に感じるという思想が関わっているのかもしれませんね。では実際のところ、なぜ現在のような日本の統制された規律が生活に根付いているのかというと、それは主に幼少期からの教育の違いにあるとされています。日本の規律の良さの代名詞でもある行列ですが、古くから日本の教育において重要な位置を占めてきました。日本人は子供の頃から列に並ぶことはマナーとして必ず身につけるべき習慣という教育を受けているので、並ぶこと自体当たり前で疑問には思いませんよね。海外でも列に並ぶというマナーを学校で教えていないわけではありませんが、日本と圧倒的に違うのはそれを親や家庭から学ぶかどうかということです。わざわざ家庭で親が指導することがあまりないので、日常生活では列を作るという習慣がなかなか身につかないのです。一方で日本では学校だけではなく親からも公共の場ではきちんと並ぶことを教えられることが多いですよね。日常生活で当たり前のように列に並ぶことを教えられている日本人は、それを同様に受け継いでいくので、自然と規律正しい行列を作ることができるのです。また、行列ができるということは、並ぶ価値のあるものが多く売っているということも挙げられるようです。行列ができていると、人気のあるお店だと思い、ついつい並んでしまうのも日本の特性なのかもしれません。行列は日本人からすると一見なんてことのないように思いますが、日本の社会に秩序の美しさをもたらし、世界のお手本となっているのですね。近年では海外でも公平さやモラルが強調される時代となっているので、このような日本の規律正しい振る舞いがより一層世界の模範となるかもしれません。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。